どうも皆さんこんにちは、メグです。先輩です。本日はですね、一つのコマンドブロックしか使わないので誰でも簡単に作れる氷魔法を先輩がね考えてきてくれました。これはどんな魔法なんでしょう。はい、じゃあメグさん、はい、この目の前に見える橋、メグさんならどう渡りますか。これそう、この川、この川こうやって渡りますね。まあ泳いでもいいんですけど、まあ泳ぐのも大変だし、橋かけて、まあ、渡るのも結構時間かかって大変ですよね。まあそうですね、まあ、そんなわけで今回、まあ、ここに魔法で橋をかけられるコマンドを考えてみました。お、いいですね。それでは早速見てみましょう。今回使うコマンドブロックは一つです。コマンドブロックの内容はブロックの種類が反復、条件は無条件、レッドストーンは常にアクティブです。コマンドの内容は実行者は雪玉、実行場所も雪玉です。その雪玉の近くに氷ブロックを召喚します。それでは使っていきましょう。まず手持ちに雪玉を加えてください。それでは投げます。発射。するとこのように氷の橋が出来上がります。あ、大概に届いてないですね。こういう時にはもう一度投げます。じゃあ行きますよ。ここから対岸までね、はい、うまくやれば氷がつながるので、行きます。はい、これで向こうまでね届いたでしょうか。あ、行ってきましたね。お、届いてます、届いてましたね。一応ね、魔法ということでこうやって相手を妨害することができるんだよね。そうだね。こうしてたくさん投げることで敵のね射線を切ったりすることもできると思います。こうやってねバーッと投げることでね、要塞を築くことができるかもしれません。コマンドを使った時にチャットにログが表示されるんですが、こちらのゲームルールコマンドを使うことで消すことができます。動画の概要欄にも書いてあるので、めんどくさいよっていう人はここからコピーをして使ってみてください。今回のコマンドは1コマンドでね誰でも簡単にできるので、家族とか友達とかでね簡単に作って、まあ、みんなで楽しめると思うので、よかったら皆さんもね作って遊んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。 See you next time. また次回。